おはようございます。5月の4日午前10時の白浜海岸波情報になります。天候の方は今現在快晴です。風は南西寄りから弱く吹いてます。サイドオフになります。波のサイズは腰からセットで腹前後ぐらいになります。ブレイクミドルからインサイドにかけてセットの波は厚早くワイドにつながるブレイクが中心です。ショートボードは波を選んで多少横に滑るかワンアクション、中上級者の方でたまにツーアクション入れられそうです。ロング浮力のあるボードでうねりから多少滑れそうです。感覚は少し長めとなってます。波数はコンスタンスに入ってきてます。その大きめの波はショルダーがつながっていて捕まりやすいです。ミドルサイズの少し小さめの形になる波でつないでワンアクションは入れられそうです。天気も良く波も程よいサイズでサーファーはかなり混雑している状況です。手前のインサイドにも海水客の方がいらっしゃるので気をつけてサーフィンしてください。